それではお待たせいたしました。10月の月間最優秀選手 MVP でございます。受賞者は OBBF 東洋太平洋スーパーフェザー級チャンピオン渡辺チームの内山隆選手です。受賞対象試合は10月3日後楽園ホールにおきまして、東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチを行い、見事1位挑戦者のアーロン・ベルガレホ選手に7ラウンド TKO 勝ち、王座防衛に成功した試合が評価されました。月間賞選考委員会川島博史委員長より賞状並びに金一封10万円が贈呈されます。デイリースポーツ社より記念の盾が贈られます。常に勝利者でありたい君、相手の情報満載ボクシング専門誌ボクシングマガジンより記念のメダル、本日はその目録が贈呈されます。その瞬間シャッターチャンス、男のドラマを撮り続けるボクシング専門誌ボクシングワールドより記念のパネルが贈呈されます。アーロン選手を見事下している写真でございます。ボクシング界のチャンピオンを目指している君へ、総合スポーツミズノ株式会社より記念品が贈呈されます。最後に当後楽園ホールより東京ドーム商品券が贈呈されます。以上、10月の月間最優秀選手 MVP 東洋太平洋スーパーフェザー級チャンピオン内山隆選手でした。それでは見事10月の月間賞に輝きましたお二人に、今後の抱負、試合予定のアピール、そして喜びの声等を聞いてみたいと思います。まず最初に新鋭賞の岩井選手お願いします。